大阪で開催される大相撲春場所には新大関琴ノ若の活躍や横綱・賞の富士の優勝への期待が高まっています優勝争いは混戦が予想され調子の良い大関霧島も注目されています土俵祭りでは安全を祈願する式典が行われ琴ノ若は自然体で気持ちを語りました新大関の優勝は2006年以来のこととなります 大相撲の新大関琴ノ若は、春場所初日を控えた9日、大阪府松原市の佐渡ヶ岳部屋で最終調整を行いました。平常心を強調し、何も変わらず、今まで通りやるだけ、と述べました。期待に応える新たな看板力士としての期待を受けながらも、彼の表情は落ち着いていました。本場所用の締め込み姿で基礎運動を行い、 きりの所作などを確認しましまた初日前日の流れを経て、あとは自分の相撲を取るだけ、と冷静に話しました。稽古後に母校の埼玉栄高から送られた2本目の化粧回しを試着し、先輩で憧れの元大関豪栄堂と同じ黒基調のデザインに笑顔を浮かべました。大相撲の新大関、琴ノ若が9日、大阪府松原市の佐渡ヶ嶽部屋で、 明日10日に初日を迎える春場所へ向けた最終調整の稽古を行った。この日は全体での稽古は行わず、各自で調整。琴ノ若は締め込み姿で現れると、四股やすり足などの基礎運動で約40分間体を動かした。最後は、本場所での取り組みを想定した動きの確認。土俵に入ってゴミ調子や塩巻きなどの所作を本場所と全く同じルーティンで繰り返し、 勝ち名乗りを受けて懸賞金を受け取る動作までしっかり再現した特にルーティンにこだわりはないようだが塩をまいてから回しを叩く回数など細かい部分もほぼ同じ流れをしっかりと仕上げのイメージトレーニングはバッチリのようだいよいよ始まる新大関場所どの地位にいても今まで通り何も変わらずと特別な意識は持たない過去2戦2勝の熱海富士と対戦する初日へ しっかり自分のやれることをやっていくだけ、と気を引き締めた。大相撲春場所初日を翌日に控えた9日。新大関、琴ノ若が大阪、松原市の部屋宿舎で最終調整を行った。土俵では、塩巻から立ち合いまで本番さながらのルーチンを繰り返した。一番一番何も変わらずやっていければ、新大関として迎える場所でも変わらず自身のスタイルを貫く。 この日は母校の埼玉栄高から贈られた新しい化粧回しを試着した。同校出身の力士が十両に昇進すると、スクールカラーにちなんでオレンジ色の化粧回しが贈られる。さらに大関昇進時には、同じデザインで色違いのものが贈られる。合栄堂は黒。高景勝は紫の生地に金色の刺繍がデザインされていた。合栄堂と同じ黒地の。大関仕様。 の化粧回しを手にした琴ノ若は、色違いは豪栄道席、高景勝席しかいないですから、その中に入れたのは嬉しいと喜んだ。初日の土俵入りで着用し、ファンへお披露目する予定だ。前回、琴ノ若でもらっているので、じゃないと修正が効かないと来場所襲名予定の祖父のしこ名が早くも準備されていた。放置新聞社。 大相撲春場所に西前頭筆頭で臨む朝の山が大関連覇のスタートダッシュに照準を合わせた9日は大阪市内の部屋で稽古し四去などの基礎運動に加え立ち合いを確認ぶつかり稽古でも汗を流した初日は門番の貴景勝2日目は昇進したばかりの琴ノ若と大関二連戦での幕開けここの番付だと初日から強い人と当たるので と予想通りだった大関横綱戦から場所が始まるのは小結だった2019年九州場所以来撃破すれば弾みがつくだけに勝てばやっぱり気分がいい勝っていって波に乗っていければと頷いた貴景勝とは過去5勝6敗で直近は昨年の九州場所で勝利琴ノ若にも幕内での初顔合わせだった昨年秋場所で勝っている 今場所前は積極的に出稽古。やっぱり自分より番付が上の人。強い人と稽古したかった。怪我もなく稽古を詰めた。あとはもうやってきたことを信じてやるしかない。と手応えは10分だ。ここで十勝以上とかしておかないとダメ。と2桁星をノルマに設定した。クリアできれば2年半ぶりの三役復帰も見えてくる。 大相撲春場所は10日にエディオンアリーナ大阪で初日を迎える。初場所で復活優勝を遂げた横綱昭の富士は節目となる10度目の優勝をかけて臨む。新大関琴ノ若は、初場所の優勝決定戦で昭の富士に屈した悔しさを胸に初の支配獲得を目指す。先輩大関の霧島、宝昇龍、角番で迎える高景勝も奮起が求められる。入場券は完売。 春場所担当部長の伊勢の海理事は、横綱、大関が15日間頑張ってほしい。お客さんも楽しめる感じで来てくれるのでは、と期待した。9日は恒例の土俵祭が行われ、日本相撲協会の八角理事長や、審判部の親方らが土俵の安全を祈願した。大相撲の新大関、琴ノ若が9日、大阪府松原市の佐渡ヶ岳部屋で、 明日10日に初日を迎える春場所へ向けた最終調整の稽古を行った。大関として初めて本場所の土俵に上がる初日から、新しい化粧回しを締める予定であることを明かした。母校、埼玉栄高から送られた。大関仕様、のもの。同校出身力士は重量に昇進するとスクールカラーであるオレンジ色の化粧回しが送られるが、 大関に上がると同じデザインの色違いがもう一本贈られる大先輩の豪栄堂と同じ全体が黒色で下のバレンが金色のデザイン豪栄堂の大関昇進時に在校生だった琴ノ若はかっこいいこの化粧を回し締めたいと思ってやってきたと以前から憧れを抱いていた紫色の高景勝とあえて違う色にすることで東西から違う化粧回しで出られると この色を希望した。完成した真新しい化粧回しは8日に大阪の宿舎に到着。いただけたのはありがたい。色違いは豪栄同席と貴景勝席だけですから、その中に入れたのは嬉しいですね。27人の同行 OB の中でも2人しかたどり着けなかった大関という栄誉の地位、偉大な先輩たちに肩を並べ、感慨を込めた。さらに、 同行から新しい明けにも送られた。琴桜と書かれているしこ名は、夏場所から襲名する見通しとなっている仙台師匠のしこ名入りが早くも用意された。埼玉栄高相撲部の山田同期監督は、ありがたいことですと、教え子から三人目の大関が誕生したことに改めて感謝。大関の証である黒色を、なかなかかっこいいと誇らしげに表し、頑張ってほしいですね。 と教え子たたち全員の活躍を願った日本相撲協会は8日大相撲春場所の取り組み編成会議を開き西前頭筆頭の朝野山の初日の相手が大関貴景勝に決まった2日目は新大関琴ノ若との対戦が組まれ初戦から大関2連戦を迎える全国各地にいる匠たちが相撲界を支えている力士たちには必要不可欠な数々のアイテムがある 春場所を前に、職人たちの思いを伝える。重量以上の力士が使用する明けには、丹念な手作業で作られる良質な竹細工。京都市内の渡り編商店では、関取や行事向けの明けに作りを担当している。作業は三代目の渡辺義和さんと長男の俊さんによって行われる。規格は縦45センチ、横80センチ、深さ30センチで、 重さは10キロ。横綱専用のものは深くなる。完成までに約1ヶ月かかる。粗雑な仕立ては仕上がりに影響するため、注意が必要です。先代の父は相撲好きで、30年以上にわたって荷造りを担当してきました。若鷹時代には忙しかったそうです。横綱昇進後は注文が殺到し、各100個も作ったそうです。 琴ノ若の講演者からはすでに完成した明けにの注文を受け、納品も済んでいるそうです。渡辺さんは、明けにを見て誇らしくなったと話していました。大相撲春場所の取組編成が8日に決定。新大関琴ノ若は熱海富士と朝の山と対戦。横綱小野富士は初日に小結西木,木。